이번 영상은 지금 한국에서 가장 핫한 일본 배우인 사카구치 켄타로의 영화 배우로서의 첫 주연작인 너와 100번째 사랑과 관련한 소개 영상입니다. 아마도 이 영화로 인하여 한국에서 처음으로 사카구치 켄타로의 팬덤층이 형성되기 시작한 것으로 보입니다. 이 영화는 츠키카와 쇼오 감독, 오오시마 사토미 각본의 2017년 개봉작입니다. 남자 주인공은 사카구치 켄타로입니다. 맨즈 논노 전속 모델로 활동하다가 2014년 영화배우로 첫 출연한 영화 샨티 데이즈 365일 행복한 호흡에서 가능성을 인정받았고, 이어 2017년 너와 100번째 사랑에서 주연 배우로 캐스팅되며 배우로서의 입지를 넓히기 시작했습니다. 여자 주인공은 히카리의 페이스 등의 히트곡으로 알려진 싱어송라이터인 미화입니다. 타이틀곡인 아이오쿠리도 빅히트를 치며 주목을 받았습니다. 올해 34세가 된 미화는 지난 8월부터 캐나다로 이주해 살고 있다고 합니다. 그 외 출연진으로는 류세이료, 이즈미사와 유키, 그리고 마노 에리나 등이 있습니다. 우리나라에서는 2017년 5월 롯데시네마에서 단독 개봉을 했으나 누적 관객 수 8만여 명에 머무르며 흥행에는 실패하였습니다. 이어서 영화 너와 100번째 사랑의 시놉시스입니다. 너와 100번째 사랑은 2017년 2월 일본에서 개봉되고 그해 5월 한국에서 개봉된 로맨스 러브스토리 영화다. 그녀의 운명을 바꾸기 위해 100번 인생을 바치고자 했던 그와 그의 한 번의 미래를 지키기 위해 자신의 운명을 결정한 그녀. 7월 31일 생일날 밤, 라이브가 잘 되지 않아 우울해진 아오이는 사고를 당하고 만다. 하지만 정신을 차려보니 아오이는 교실에 있었다. 날짜는 사고 일주일 전. 동요하는 아오이에게 서로 좋아하는 마음을 좀처럼 전하지 못하고 있는 밴드 동료이자 소꿉친구인 리쿠가 말한다. 비밀을 알려줄게. 나 시간을 되돌릴 수 있어. 아오이의 운명을 바꾸기 위해 리쿠는 시간을 거슬러 올라갈 수 있는 레코드를 사용하여 몇 번이고 시간을 되돌리고 있었던 것이다. 운명을 바꿀 수 있었다. 아오이는 이제 죽지 않아. 절대로. 마음이 통했던 두 사람은 연인으로서 하루하루를 다시 시작하기 위해 1년 전으로 돌아간다. 그리고 그 사고가 있던 날, 실패한 라이브를 다시 시작하기 위해 특별한 러브송 제작에 나서는 두 사람. 그러나 주위가 부러워하는 커플로서 행복한 나날을 보내는 아오이와 리쿠였지만, 리쿠의 타임립에는 아오이를 향한 일편단심의 마음과 함께 중대한 비밀이 숨겨져 있었다. 아오이가 없는 미래란 나에게는 의미가 없어. 리쿠가 자신의 미래를 걸고 자신을 사랑하고 있다는 것을 아는 아오이에게 다시 7월 31일이 다가온다. 마지막으로 영화 너와 100번째 사랑의 시사회 관련 영상 중 더블 주연인 사카구치 켄타로와 미와 부분만을 편집하여 보여드리고 마무리하도록 하겠습니다. 皆さんに一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは日向葵を演じられました美和さん、お願いいたします。 皆さんこんばんは。日向親子を演じた美和です。皆さん今日はミニライブ、そして特別上映会ということでお越しくださりありがとうございます。今日は映画にね、ライブに盛りだくさんで楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございます。続いて長谷川陸を演じました坂口さん、お願いいたします。こんにちは。長谷川陸役を演じました坂口健太郎です。今日はね、本当にミニライブ付きという豪華な舞台挨拶になっております。皆さん映画をね、まず楽しんでみてもらって、その後僕たちのライブも楽しんでみていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 さあ、皆さん公開ついにもう今週末ですよね。近づいてきましたが、まず美和さん、坂口さんはダブル主演として今回ね、宣伝活動もたくさん走り回っていただいて、今日もお昼にもね出られてたりしましたけれども、はい、公開をこう直前に控えてお気持ちいかがですか？どうですか？やっぱりこの作品は私にとって本当特別な作品になっていると思うので、もうこの
坂口くんとダブル主演っていうのもそうですし、主題歌だったり劇中歌もこの映画のために書き下ろした曲なので、この映画と出会わなければ生まれなかった楽曲です。映画の内容も、音楽も私にとっては、どちらも、本当に忘れられない作品なので、それがようやく皆さんのこう目に触れるっていうのはやっぱり嬉しいなっていう気持ちです。坂口さんはいかがですか？ついにって感じですね。なんか、まあ、もちろん作品も大事に撮ってきて、大事に宣伝もしてきて、やっとこうやって皆さんに見てもらえる機会がやっと来るんだなと思って、なんだろう、まだ不思議な感覚かもしれないな今は。もう公開、本当に公開してちょっとしたら多分いろんな人の声だったりとかが聞こえてきて、それであやっと大事にしてきたものがみんなの元に届けられるようになったんだなっていう気持ちになるんだろうなと思ってるんですけど、楽しみだから、とにかく楽しく見てほしいなと思います、見てもらう人には。はい、ね、でも今日映画見た後に本物だって感じでバンドも見られるなんてね、最高な機会ですよね。贅沢緊張しちゃいますね。でも、ありがとう、ね、頑張ります。大丈夫ね、そして本作撮影が岡山で1ヶ月近く本当に合宿みたいにして撮ったんですよね。はいはい、この撮影1ヶ月本当にこう和気あいあい合宿のように撮ってらっしゃったと思うんですけど、いかがでしたか、思い返して。直島行ったじゃん2人で。いや、実はめちゃめちゃ仲いいんですよみんな直島にも行ったんですね。行きました2人で。あ、仲いいですね。2人デートですもん。デートされて、はい、それが写真が送られてくるんですけど、うわいいなって思ってたら、ちゃんとねお土産を買ってきてくれて、優しい。そうそう、優しいよね。可愛いクリアファイルをね。 それは恥ずかしいから言わないでください。でも本当に今回撮影のちょっと前から坂口さんはギターを練習されて、はい、泉沢さんはドラムで、でベースの流星さんでって感じでこう練習されてたと思うんですけども、この練習期間から含めてどうでした？難しかったですか？まあ大変でしたね。でもなんかみんな成長したなっていう。いや、成長しましたね。だって本当に触るのが初めてだったんで、どっかもうコードとかも何も分かんなかったし、成長したね。ね、美和さんは普段はね、ステージに立ってらっしゃいますが、今回バンドとしてこうやって組んでみていかがでしたか？はい、そうですね、まあ、3人は忙しい、もう本当に今をときめく俳優さんたちで、忙しいスケジュールの中、自分が作った曲を一生懸命練習してくれたっていうのがすごく嬉しくて、でそれぞれ練習してくれたのを、岡山に行ってから初めてスタジオでね4人で合わせたんですけど、まあ、その時にすごいなってこう思って、これで映画いけるねみたいな感じで言ったら、3人ともすっごい嬉しそうな顔をしてくれて、なんかほっとしたような、そんな、それは嬉しい。でそこからこう、ね、練習を重ねるために上手くなっていくっていうのがバンドっぽいなと思って、なんか練習終わった後にカラオケに行ったりとか、なんかずっと放課後みたいな時間が続いてました。あ、確かにバンド、本当にバンド組んでたらこんな感じな、僕も組んだことはないですけど、もし組んでたらなんか大学終わって、じゃあスタジオこもってやろうかって言って、その後ご飯食べ行ったらカラオケ行ったり、なんかそういう、ね、結構行ったよねカラオケもね。行ったね、行ったご飯食べてカラオケ行ってみたいな、もうね今日上映の後にライブなんで、歌詞がよりグッと入ってくると思うんですよね。ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。以上、끝까지시청해주셔서감사합니다. See you again. Goodbye.